テレ東ビズ。こんにちは。テレビ東京総理大臣担当記者の平原祐希です。今回は参議院議員選挙の遊説中に銃撃され亡くなった安倍元総理と岸田政権の関係性についてお話しします。2022年7月8日参院選の最終盤を迎え、自民党の岸田総理は福島県郡山市で遊説を行う予定でした。郡山へ取材に向かう途中だった私は事件の一報を目にし衝撃を受けました。この一報を受け、岸田総理は遊説先の山形から福島入りすることなく緊急で帰郷。それに合わせて私も新幹線を途中下車し東京に戻り対応に当たりました。しかし午後5時3分安倍晋三元総理がお亡くなりになられました。安倍元総理は憲政史上最長となる8年8ヶ月にわたり内閣総理大臣の重責を担われ、卓越したリーダーシップそして実行力によって厳しい内外情勢に直面する我が国を導かれました。偉大な政治家をこうした形で失ってしまったこと、重ね重ね、残念でなりません。政府はその実績や海外から多くの哀悼の意があったことを踏まえ、9月27日に日本武道館において国葬儀を行うことを閣議決定しました。安倍政権では外務大臣など重要ポストを経験した岸田総理、ポスト安倍の一番手と評されることもありました。総理就任後、岸田総理は内政や外交の重要局面を前に安倍元総理からたびたびアドバイスを受けていました。総理周辺はプーチンや習近平と直接会ってきた、直接会ってきた人の意見には重みがある、そのアドバイスが聞けなくなるのは大きいと語ります。また佐渡の金山の世界遺産登録を目指し政府が推薦を決めた際や、6月に決定した骨太の方針における防衛費の抜本的な強化の方針の明記など、政府の政策決定においても安倍元総理は影響を与えてきました。政界で大きな影響力を持ってきた安倍元総理の死。自民党の関係者は、自民党は柱を失った。岸田政権にとっても自民党にとってもまさに正念場だと語ります。当の岸田総理は、安倍元総理の思いを受け継ぎ、特に情熱を傾けてこられた拉致問題や憲法改正などご自身の手で果たすことができなかった難題に取り組んでまいります。与党はそして自民党は覚悟を新たに一致結束し、日本という国の繁栄と安心を確保していくという使命に邁進してまいります。一方、波乱要因も指摘されています。自民党では岸田一強になるとバランスが悪くなるという意見もあり、トップを失った最大派閥安倍派が分裂し、派閥間での争いが激化すると指摘する声もあります。また今回の事件を発端に自民党と宗教の関係性や安倍元総理の国葬儀の早期決定などでこれまで攻めどころに書いていた野党が一挙に岸田政権批判のボルテージを上げてくる可能性もあります。ただ永田町の中からは、岸田政権の最大のリスクは安倍元総理の再々登板だったと指摘し、
安倍元総理の不在は岸田政権の長期化にとってはプラスになるだろうと現実的思考で考える向きもあります。参院選での勝利などにより長期政権化の基盤を手に入れた岸田政権、山積する新型コロナ、ウクライナ情勢、物価高といったさまざまな課題に立ち向かえるのか、今がまさに正念場です。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。